2021オートバックスーパー GT ラウンド7モテギ GT300 キロレース予選、舞台はツインリンクモテギです。4グリッド降格が決まっているモデューロ NSX が伊沢拓也と、はい、このモデューロはペナルティポイントがたまったということで、そうですね、はい、あの前回のトッポリ数で少し、まあ、ペナルティポイントがたまってしまって、はい、今回、まあ、はい、ペナルティが確定したという流れですね、はい、まあ、赤旗であの大津選手がちょっとオーバーテックみたいなのでポイントをちょっと重ねてしまったということで、はい、ですからポールポジションを取ったとしても5番手スタートということになるわけですね。10番手 Q2 いけず、まあ、思った以上に長いタイム上げられず、まあ、敗退となってしまってとても残念な結果なんですけど、もともと僕もペナルティーポイントがあって降格が決まっていたので、まあ気持ちは前向きに明日最後尾になると思うんですけど、どれだけ追い上げられるか、まあ、特に楽しみにして精一杯頑張りたいなと、気持ちを切り替えて行ってます、行こうと思ってます。はい、残念ながらね、Q1 突破できず、まあ、残念なというか非常に悔しい結果になったんですけど、朝からは車のフィーリングも良くなりましたし、まあ、だったからこそ、Q1 を突破したかったなっていうのは正直です。まあまあ予選のフィーリングをちょっとみんなで話し合ったのと、まあそうですね、明日またグリッド降格もあって最後尾からのスタートになってしまうので、まあ作戦も含めて、まあちょっと次にね、つながるようなことをやっていきたいかなと思ってます。2021オートバックスーパー GT ラウンド7モテギ GT300 キロレース決勝、快晴ですね。そうですね、もうこれ絶好のレース日和ですね。気温は19度、路面は30度ですって、本当湿度 51% ですよ、三沢さん。そこそこ上がってますね。ただこれレース中だいたいこのモテギって、はい、結構路面温度がこう下がるのが割と時間帯的に早いので、レース終盤以降にまあそのあたりが影響出なければいいですけど、ね、なるほどね、寒暖差ありますからね。そうですね、まあ得をする人損をする人っていうのが分かれる気がします。2021オートバックスーパー GT ラウンド7モテギ GT300 キロレース、まずは GT500 のスタートです。80キロオーバーテイクは禁止です。
まあ、終始、ペースが苦しくてなかなかこう、まあ、初めの方はポイント圏内狙えるかなっていうところを順位にいましたけど、終わってみれば結構前との差も開いてしまってほとんど単独で走行していたので、まあ、ちょっとタイヤ的にもペースが上がらなかったのがあったので、ちょっとこれまで課題としていたレースペースというのはまだまだ改善が必要だったなと思うレースでした。まあ、本当最後のレースって今年1年間、まあ、ポールとかは取りましたけど決勝で強い走りというのはできていないので、まあ、やっぱり最終戦富士、まあ、昨年も何度もレースしていることですし、まあ、富士は富士で多くの課題がありますけどそこを改善してやっぱり、まあ、まずは表彰台を獲得したいなという思いが強いので、そこに向けて残りの2週間のインターバルを使って進化できるように頑張っていきたいと思います。はい、まあ、僕のスティントはポジションはいつか上げられましたし、まあ、もうちょっと上げたかったところではあるんですけども、まあ、ヒットと相談してちょっと大津選手には、ね、違うタイヤで行ってもらったら、まあ、それがちょっとうまく機能せず、まあ、最終的には、ね、ポイントも取れず、厳しいレース内容になってしまったかなと思います。いい時も含めて、本当に惜しいレースが続いているんですけど、正直去年に比べると結果がリザルトとしては、ね、全く残っていないので、ちょっと、ね、このまんまではちょっとまずいなというふうに思っていますので、最終戦で、少しでも、ね、ポジションでゴールできるように頑張りたいなと思っています。残念でした。途中までと思ってたんですが、ちょっと試合変えてから最初は良かったんですけど、まあ、我々当初も、違うもの内容を使ってなかったんですけど、やっぱり残念ながらいい結果が出せました。今まで以上にやれるだ